皆さん、こんにちは、マーティーン。ではのミ、飲み屋クーボーイ、キングタクです。自分を助けるための3つのステップ。まずは、整理する、つながる、対処するが3つの、す、整理です。3つのステップです。はい、訂正します。嫌なことを我慢しても自分だけ問題を乗り越える必要はございません。大人たちがそのように期待している場合もあるかもしれませんが、嫌なことがあった場合は、まあ、いろいろなことを、周りの力がサポートすることです。まずは何が辛いのかを探ることから始まって、 怒ったこと、そのきっかけを作ること、そして感じたこと、その気持ち、どうなったかその出来事を語るう。そして窓口となる相談者、はい。そして安全な相談と距離を置くべき相談、いろいろあるけど、結論を押し付けないことと、あなたの気持ちを否定しない、そして反論しないというか、多くを話させること。まあいろいろですね、はい。 対処する方法は、そういう自分を思い出す嫌な気分を観察。そして元々自分に近づけるその理想の話。そしてスキル対抗二つ、いろんなスキルを。いろいろありますけども、お分かりいただけたかなというわけで、自分を助けるための三つのステップでした。バイバイ。